やっほー、モア兼ドビのカダです。ステイの小田です。この前ソウルに行った時に、うん、ナイキでカスタムハングルキャップ、うん、っていうのかな、うん、を作ってきました。いやーマジでありがとうございます。それとともに他に小田さんから頼まれたものと、あとお土産の話を本当に雑談ベースでしたいなと思ってます。はい。なんかナイキのさ、うん、帽子、うん、カスタムで作るやつ、うん、めっちゃ人気よね。いやそうだよね。なんかさ最初にさ、うん、カダさんがいきなり被ってきたじゃん。うん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 、韓国帰りに、うん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 、めっちゃ可愛いと思ってさ。うん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 、うん、その頃多分あれいつぐらい、あれは去年のもうコロナ明けで最初に韓国行った時だから、うん、7月の頭。そうだよね。そう、あの時そんなになんていうの、一応私もインスタとかでどっかで見て可愛いなと思って作りに行ったんだけど、うん、なんかこんなに人気で言うとなんかあんま思ってなくて、普通にミョンドンで、うん、あそうだナイキのあのハングルの帽子作ろうと思って作ったんだよね、うん、全然混んでもなんでもなくて、うん、普通に行ってさっと作れて、うん、でそうそうね、あの帰ってきてかぶってたら結構いろんな人に、うん、えそれ作ったのみたいな、あちょっと時間が経ってたね、うん、すごい言われるようになって、なんかおすごい人気出たみたいな。そうね、あの後なんかすごいインスタとかで見るようになった。そうだよね、うん、それでさ去年さもうなんだあれ11月、うん、とかに小田さんと一緒にミョンドン店行った時は、うん、やばかったよね。もうね作るまでに3時間待ちとか言われて。そうだよね、うん、もう断念つったんだね、うん、だからさ私がその買った時は3、4ヶ月しか経ってないのに、うん、もうすごい人気になっちゃったから、うん、あの時は結局使えなかったんだよね。そうそう、そうそう。でその後にまあ明洞店は多分ずっと結構混んでそうな感じだったけど、明洞店しか作れないのかなと思ったら関内でも作れるみたいなのをどっかで聞いて、うん、で前回行った時、うん、3月ぐらいに行った時にカンナム店行った時は作れるんだけど、今ナイキのそのハングルでナイキって書いてあるワッペンだけ売り切れっていう、他から作れるよって言われて、いやいやあのハングルナイキって書いてあるやつが作りたいんだからと思って、そうそう、その時は断念して、一応今回も覗いてくるねって言ったら今回はサクッと作れたので、1年越しぐらいの、ねね、そう、まあ、カンナム店の方は、うん、ナイキのハングルの下にカンナムっていうのも、うん、あのハングルで入ってるカンナム店バージョンっていう感じなんだけどね、うん、かわいいこれ。そうそうそう、かわいいよね、めっちゃかわいいよね。なんかやっぱりさこのなんていうの、韓国好きの我々としてはさ、うん、もうハングルが書いてあったら、うん、可愛いっていうとこあるよね。あるある。そう、今回行った時は多分金曜日平日に行ったんだよ。そうなんで、初日から行ってくれた。そうそうそう、そしたらほんとすぐ作れて、うん、あのお店のお兄さんに、いやその作るとこに行って、お店のお兄さんに作りたいんですけどって言ったら、うん、何で作るとか聞かれるから、うん、あの帽子、他にあの頼まれてる帽子とかもあったんでちょっと多めに作ったんだけど、小田さんに渡す分もあったし、あの黒と白のキャップがあったので、まあそう黒何個白何個とかってお願いして、あの作りたいワッペン、つけたいワッペンか、つけたいワッペンをこれですとかっていう風に言ったらワッペンを出してきてくれるので、それを帽子に自分でここに貼りたいよっていうのをシールでワッペンを貼って渡して、でもう20分後にできるって言われて、すごいね。
そうそう、私本当はあの時作るのお願いして一旦ホテル帰ってなんかあの荷物とか置いてまた後で来ようかなと思ったんだけど、20分かと思ってじゃあ待つかみたいになってなんかうろうろしてたんだけどっていう感じですぐ作れたけど、日曜日に嘘、帰る日だからあれ月曜日だな、月曜日に行ったらあの予約しないと作れませんって言われて、で予約自体が2時間後からですみたいな感じで言われたんだよね。そうそう、でも予約自体は名前伝えるだけでよくて、その時間に来てくださいねって言われるだけで、別になんかなんだろう、何か予約表とかがあったりするわけじゃ全然ないんだけど、そうって言われたから、あもうちょっと飛行機の時間とかあったから、あの月曜日は断念したんだよねっていう感じで、なんかどういうルールなのか分かんないけど、まあ、混んでる時はっていう感じなのかな、なんか予約しないとダメって言われた時とすぐ作れた時があったっていう感じなので、うん、ちょっと行ってみてっていう感じになるのかな。でもさ、明洞はなんかもう本当に朝開店前の何時から並ぶみたいなさ、それより観南の方がまだ可能性はありそうな感じ。そうだね、そうだね、観南の方が多分狙い目な感じがするね、うん、今は。そうで、なんてか知んないけど、白の帽子は19,000ウォン、まあ日本円で1900円ぐらい、で黒が多分25,000ウォン、2,500円ぐらいとかで、意外となんか、あの値段の差があってすごい謎だなと思った結構あるじゃん、600円ぐらいって結構大きいじゃん、そうだね、そう、何にそんな違いがあるんだろうと思ったけど、白の方がお手頃価格で作れました、小田さんは白派っていうことだったので、そうなんです、白をね目してたからちょうどね、うん、これから夏だしいいよね、かわいいよね、ほんとやっとゲットでき、ほんとありがとうございます、よかった、ありがとうございます、喜んでくれて嬉しいです、嬉しい、ほんとに。あとはこれも小田さんからの頼まれ物の方でこれなんていうんだっけ、スマホのグリップトックを2つ、あのカンナムの地下街に、もうこのグリップトックが死ぬほど売っているのでそう、それを写真撮って小田さんに送って、どれがいいっていうのを聞いて、この2つが選ばれたので、かわいい小田さんっぽいあのチョイスだね。いや、だってさ、なんか何千個ぐらいの写真送られてきたそう、なんかさ、あの同じやついっぱい、かぶってるやつが多分いっぱいあるんだけど、なんかとりあえずあの目についたもん全部いった写真全部送っとけみたいな感じの。いや、まず楽しかった、あれをさ超拡大してさ一個一個選んでこれさ、ちなみにさ、このクマ、犬クマ、かぶってる方のさ、人さ、こっちと同じ、シナモンさん、ちょっと待って、そっからいや同じです、シナモロールちゃん、あ、両方シナモンさん、シナモロールくん、あ、男、そうだよ知らなかったんだけどでもね、シナモンさ、ガチ勢だもんね、そうだよ、初期からのガチ勢、そうだよ、そう、忘れられない、すごい持ち物、そう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 、今さ、シナモンが流行ってるからさ、そうだよ、好きなわけじゃなくてさ、めっちゃあれだよね、そう、子さん、子さんだよ、そうそうそう、子さん、子さんペンだよね、シナモン子さんペンだよね、そう、だからそう、この2つ可愛いわね、あんだけいっぱいの中から選ばれた、選ばれし、ね、2個でもさ、これもさ、多分公式のものじゃん、サンリオ、え、違うじゃん、こんなにちゃんとしてるのに、違うと思うよ、なんかさ、これ日本だとめっちゃ高いの、2500円、高い、3000円、ね、だからさ、まあ、ちょっとお土産っていうかあれだから値段聞くのあれだけど、あ、違う、これ、あ、そうか、これね、俺、そうか、買ってきて、買ったやつなんだよ、いくらだったこれ1個7900ウォンだから790円ぐらい、安いよね、こういうの、安いよね、そう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 ね、うん、め
ちゃ安いよね、うん、いいよね、めっちゃたくさんあるし、次行ったらマジ買いだめしよう。うん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 、これさ、いやこれ多分公式はないけど、そうなの、うん、でもさ、なんていうの、顔とか全然さ、うん、なんていうの、崩れてないっていうか、そう、クオリティめちゃくちゃ高いしさ、そう、ね、ね、いいよね、うん、カナムの地下にめちゃくちゃ置いてあるので、まあ、いろんなところに置いてあると思うけど、うん、カンナムの地下はなんか異常にある、うん、なんかあれは異常、うん、なんか増えた気がするそうっていう感じだったので、はい、この帽子と、うん、なんだっけ、グリップトップは、はいはいはい、あのお使いで買ってまいりまして、ありがとうございます。他はすいません、大したものじゃないですけど、お土産も嬉しい、はい、ありがとう。なんかこれは誕生日だったからかな。そうなんだよ、この前も言ったけど我々、うん、俊淑大好きだし私の中で小田さんは、うん、これなんていうの、ガーランド、ガーランド好きっていうイメージ、好き好き、そうそうそうがあるから、そう、ちょうどあの私がこのソウル行った後ぐらいが、うん、小田さんの誕生日が近かったから、うん、これをお土産にしたかったのに、うん、私がソウルから帰ってきた瞬間コロナになったもんで小田さんに会えず、はい、小田さんの誕生日に間に合わなかったっていう、うん、ちょっと寂しい感じなんだけど、インテリアとしてチュンシクをリビングに飾るよ、はい、まあ、誕生日はまたいつか来るだろうし、 その時にお使いください、うん、遅くなりましたが、飾ります、はい、あともう一個は、うん、これ誰、プリン君、プリンさん、男の子ね、ま、あ、これも男なんだ、あ、それによって結構男のキャラ多いんだね、この子たち男子なんだ、あ、男子なんだ、うん、プリン君、プリン君、よくさ、うん、私たちさ、うん、夜な夜なオンラインリモート収録してるじゃん。はいはい、そうすると小田さんがプリン君のパジャマ着て登場することが。割とプリン君も子さんガチで。子さんガチで。そうなんです。なので、あ、これあのあのパジャマ似合うやんと思って。やった。ゲットしてまいりました。ちょっとさ、キャラ渋滞してるよね。確かにそうだね、キャラ渋滞だいぶしてるね、うん、いや、かわいい、かわいいよね、うん、でも本当サンリオね流行ってるというか、確かに人気だよね。そうだね、なんか韓国で流行ってまた日本で流行ってみたいな、うん、なんかちょっと変な感じになってきて、あるある、そうそうそうっていう感じでした。あ、あと、うん、一応このナイキのこれなんていうのかな、エコバッグっていうのかな、うん、なんていうかわかんないんだけど、このバッグが韓国でめっちゃ流行ってて、うん、マジで街中の人みん、待って、みんなが言い過ぎだけど、でもマジでみんなで、私さ、ここ今年さ、うん、コンスアイドルのライブとか行くと、1割ぐらいの女子がこれ持ってる。本当に、本当に本当に。嬉しい。ライブ行くとき。韓国で流行ってるってこと？韓国でめっちゃ流行ってる。みんなこれに荷物入れてる。なんか日本人でもさ、大きいエコバッグ、白いエコバッグあるじゃん、うんうんうん、ああいう時の雰囲気でめっちゃみんなこれ使ってるので、よければお使いください。韓国で流行ってるとか言うのめっちゃ弱いわかるわかる、私もそう、ね、韓国で流行ってるって言ったらもうなんかすごい可愛く見えてくるの、うん、何でも、もう嬉しい、そういう魔法にかかってたね、うん、我々、ありがとうよかった、ちょっとあの渡すのが遅くなっちゃったんですけど、いやいやいや、ありがとうございます。喜んでくれたら嬉しいです。いや、マジで嬉しい。皆さんもね、韓国に行くときちょっと参考にしてみてはいかがでしょうか。はい、このね、特にナイキの帽子、うん、そう結構聞かれたりするので、うんうんうん、ね、人気あるのかなと思ってます。はい、はい、じゃあまた、うん、次の動画でお会いしましょう。はい、またねー、またねー。